おもむろにスタートしております。シェンム実況12月20日20日、実況の方としては実況パート30ですね。アジア旅行者にチケットを受け取りに行くっていうところまで書いて進まなくなっちゃっておりますね。実況の方はパート30ですけれども、シェンムー内では何日だったんだろうね。一応稲さんに期限だけ伺っとこうか。今はそっとしておこう。ずっと引きこもってるんですか。いつもすまないな、稲さん。ほんますまないわ。葉月家、午前8時41分。いやー、朝早いね。早くもないか。もうちょっとゆっくり、もうちょっと早く朝起きた方がいいぐらいだな。この俺でさえ目覚まし時計は毎日7時半にセットしてるというのに。とはいえ、あ、顔も磨かず歯も磨かず、顔も洗わず歯も磨かず、シャワーなんかも浴びずに出てるけど毎日。RPG じゃ違和感ないんだけど、このリアルな世界を作ろうっていうシェンムーの中においては、やっぱ歯磨き顔洗いぐらいしてから街に繰り出してほしいよね、なんとなくね。めぐみさん、めぐみちゃん、ミニちゃんって人間だといくつくらいか知ってる？10歳ぐらいだね。3歳くらいかな。ブー、5歳ぐらいなんだよ。そうなのか。めぐみ、動物図鑑でお勉強したんだ。えらいな。どうでもいい。よく食べるからちっちゃい。みんな、そういえばめぐみも早く大きく、みんな大人になっていくんだな。何を言うとんだこいつは。みんな大人になっていくんだな。あ、その前に中村チェックしとこう。中村はもう外出しましたか。外出中かな。これ出てくることあんのかな、本当に。よくわからんわ。出てきた記憶がねえもんな。まず電話してもええんかもしれんけどな。原崎に聞いてみるってやつの多分メモが埋まらんかったしな。あれ、竜理発せんの。竜さん、なぜこんなところ。ふう、あれは誰だ。あれはジーンズショップの人か。まあ朝一だからね、みんな移動してるわ。あれ、車のない時代なのかな、この頃は。そんなでもないわな。横浜というか網浜町の方に行けば車も結構走ってたし。うお、あなたは服屋さんの人。割と積んどるな。原崎に話しかけてもしょうがないしな。つうか、いないよ。いた、中にいる。珍しい、中にいるの珍しいな。花を見ている。原崎、葉月くん、何かあったら協力するから無茶しないでね、ちゅうかと思ったけど違った。しかし出ようとしてる。今まさに邪魔をしている。お店の開店準備をしていたといったところかな。で、そこに立つと。大変だね。じっと立ってるのも大変だよ、これ、結構。おそらく時給は発生してない。ブラックロードだな。この人はアジイチの？トウジさん。トウジさん。どうもある。今、いいですか？話あるか。ダメや。わかりました。じゃあ。それ忙しそうだよ。まさにこの八百屋で食材を仕入れてるとこだったんだな。そう、細っけえな。
食材を仕入れて今店に向かう途中だったわけだ。開いてね。アジア旅行者開いてない。何時からここは。10時から。あともう20分時間潰そう。どっかでこの商店街を一周しよう。ランニングシャツになります。こちらランニングシャツになります。水曜どうでしょう。でも有名なセリフの一つ。あ、1周5分ぐらいだね。これ4周ぐらいしたら時間潰せるけど不毛すぎる。さすがに猫にあげる餌買おう。お金には幸いお金があるし。12月20日は中本鈴鹿の誕生日ですね。マニアック買えねえ。煮干しツナ缶、ツナ缶でいいでしょう。高くね。まあ、1個買っとくか。セガツナ缶。いらっしゃい。これいらっしゃい。セガフレーク。ありがとうございます。それよりもやっぱり煮干しか。これだ。この辺のさ、電池とかさ。いらっしゃい。これを。電池とかろうそくとか、地下に、葉月家の地下に入った時に、懐中電灯とかさ。ありがとうございます。ろうそくとか使ったけど、本当はあれなんでしょうな。本当はというか、そのもしもそれを事前に見つけてなかった人は、このコンビニで懐中電灯とか電池とかろうそくとか。懐中電灯売ってないんか。電池ろうそくを買ってから行ったりした方がいいんだろうなと思うけど、そういう流れなんだと思うけどね。さあ行きましょう。アジア旅行者。この謎が解ける。謎が解けるっつうかあれなんだけどな。まあ大体流れは知ってんだけどな。実は大体流れは知っている。覚えている。あ、でもなんか細かいね。どうしたらそうなるのか。誰ですか。葉月ですが、チケットを取りに来たんですけど。え、聞いていないな。香港行きのチケット代もう払ったんだ。誰？女の人に。女？知らねえな。なんだと。お前らグルなの。変な言いがかりつけてんのはお前の方だろ。どこで覚えたんだそういうこと。おい兄ちゃん、あんまり調子こくんじゃねえぜ。暴力。いい加減にしろ。もう金は払ってあるんだ。わかりました。ご用意させていただきます。約束を破ったらどうなるか。はい、明日からご連絡を。香港クラウ。おい、おい、まためちゃくちゃ時間潰さんと。明日連絡が来る。いやもう時間潰すのに疲れたよ。連絡し、わかった。時間潰すのに疲れたよ。明日までどうやって時間潰せばいいんだ。受験勉強でもしろ、せめて。葉月くん、やることほんまねえな。
中村に話しかけるのにも疲れてしまった。これがシェンムー。だいぶ疲労の色が見えてきたね。こんな時はゲーセンで時間を潰そう。さっきの柄の悪い兄ちゃんってさ、ここにいつもいる人じゃない？いなかったっけ？どっちも QTE なんだよな。エキサイト QTE2 と、こっちは QTE バトルと。正直 QTE はもういいや。疲れた。疲れたとは言わねえわ。いつでも感がある。こっちは何？できない。こっちはできる。できたような気がするな。できたような気がするな。1回100円か。バイク。遊んでいくか。2クレジットとかせんよ。するけど。戻し方がわからんけど、2クレジットになったけど。1回でいいよ。プッシュスタートボタン。ハンゴン。もう皆まで言うなとか。R ボタンでいいのか。終わりです。地味だ。倒したら倒しっぱなしだよな、方向キーを。倒すとね、戻らないんだよ。右に倒すと右に倒しっぱなしになる。左に倒すと左に倒しっぱなしみたいな。だからそれを怠るとこう、残機がすごい。車体を垂れてほしいんだけど。車体を垂れてほしいんだけど、すぐこう倒れちゃうね。よく復帰してるけどな。セガ1985と書いてある。つまりあれか、それはもう一回やんなくちゃ。つまりシェンムーの世界観に合わせてるわけだ。このゲームが出た頃はシェンムー王の時代にはこのゲームが出てたっていうところで合わせてるわけではあるんだね。無駄なこだわり。そんな時代からセガが頑張っていたということなんですね。ゲームを作っていたという。しかしこのゲーム面白いのかと思って、当時からしたら革新的なのかな。なんかあばら屋みたいな中村とかが住んでるような時代考えたらね、革新的なのかもしれない。すごい傾く。なんとかワンステージにはクリアしてみたいものだな。わかった。十字キーじゃなくてアナログスティックの方のあれだったらちゃんと立つわ。十字キーだったからおかしなことになるかな。なんとか2ステージまで行かせてくれ。2ステージ目まで。行けたら。でも随分あるな。行けたら2ステージまで行けたら、ちょっとやり方ちょっとだけコツとつかんだんだけどな。もういいや。エンド。ほろ。ボタンを押しても何の反応もしない。壊れとる。このハングオン壊れてます。もういいかな。
すごいよくできる、よく良い良い走りとか見たら楽しいかな。すごくこうスーパープレイ的なハングオンのスーパープレイ見たい。そのために結構練習したらできるかもしれんけど、セーブロードを繰り返して、いやねえ、どうなのって、多分その時ずっと無言だよ。バイクはあるのに人はいない。明日まで暇ですわと言って練習、修行してるところを見せるのもしょうがないしな。むしろ修行しないで、しないで行きたい。しないで香港に渡りたい。原崎いたい、今いるね、いるけど、まあ多分何かあると余計でもないだろう。もう寝よ、お家帰ってもう寝ます。今日はBGM はなんかしんみりしてるけど、時間だけがいたずらに過ぎてるんだよな。いたずらに時間が過ぎてる。やっぱ前の日になんとか、アジア旅行者で、今さっきのイベントを起こしたかったな。一日無駄になっちまったって感じがすごいする。ジャスト12時。お茶を飲もう。山の瀬。誰もいないのか。あ、めぐみちゃんがいるわ。話しかけるのよ。そう、あの子はちょっと頭がおかしいのかもしれない。いつも猫の世話をしている。学校へは行っていないのかもしれない。チラチラ、そんなこと思いながら。こういう道場ってさ、今もあんのかな、日本にも。こういう道場、空手とかだと、なんか極真空手とかさ、ああいう空手とかの道場とか練習場みたいなのは、だいたいプレハブみたいなんだよな。プレハブとか、なんか打ち捨てられたコンビニの空き店舗みたいなところで道場ある気がするけど、こういうふうな、その木と木でさ、しっかりした佇まいの道場って今もあんのかね。あるところにあんのかね。リョウさん、戦おう。一つ稽古をつけてください。いいね、対人の練習は大事だ。相手するよ。全力でいきますよ。頼む。対人の練習をしておきたかった。素振りみたいな練習はもうこりごりだ。バサ、おもむろに新技の、新技の刀のサビにしてくれるわ。当たりはそんなんだが、この前蹴り当たらん。うわっ、何ですか今の技。さすが福さんだ。たんまたんま。どうした福さん。スライディング、スライディング、スライディングでもちょっと当たらない時があるな。この足払いも。いい攻撃だ。どうだ。しなぎをしてみようか。違うな。その技はなしですよ。悪い。ここまでにしよう。悪いのか。また頼むよ。ありがとうございました。なんか覚えた投げ技を使ってみたいんだけどな。つかめない。つかみどころがない。だからもう一回練習させてもらおう。あ、りょうさん。福さん。
今日原崎さんが花を届けに来てましたよ。はい、普通の会話。原崎が花を。ええ、頼みました。いや、花はどこに。仏間に生けてありますよ。そうか。そうか。練習したいんですけど、ダメですか。そういう気分じゃないって感じだな。もうノリノリで練習してる。もう一回生きるんかなこれ。秘密の部屋に。いや、行かんよ。行かないよ。行かないよ。何言ってんのさ。行くか行かないかはちょっと選ばせてほしかったな。ナウローディング。うん。明かりがないと無理か。せっかくだからちょっと見てくるか。なんかあるかもしれない。電池がもうない。鏡があっただけだよな、ここ本当に。鎧同士の私の中国語を誰かに解析してもらえればならんなというのはあるけど、あ、やばい時間が。花咲の花だけは、花のイベントだけは見てから、それで島にしよう今日は。たっ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 た。仏間に原崎の生けた花があります。それをチェックする。それでパート20、何番だっけ ？30、パート30を終わりとしよう。収穫のね、パート30だったな。収穫がね、取り高がない。そんな感じ。まあ、大体時間によって解決してくれるのがシェンムーなんだけどな。迷ってるとなんかこの、迷ったりうごうごしてるとその間に。あ、菊が百合になってる。菊、アジサイみたいなやつか。そのお花、原崎さんが持ってきてくださったんですよ。原崎が旦那様がお好きだった花を覚えててくださって。じゃあずっとその花生けといた。そう、その花を。お優しいお嬢さんですね。商売上手なお嬢さんなのよ。特に何も思わず、何か語らず。持ってきてくれた。ふーんって感じだな。ふーんじゃねえよ。なんかあるんかと思ったら、チーンってするんじゃ。親父、俺香港に行く。行くな、リョウみたいなこと言われそう。行くな、守るべき友を持てみたいなこと言っとったのに。友達が送ってきてくれた花のことは、まあ花持ってきてくれたなぐらいで、もう頭の中香港に行くことしかね。原崎っていう友達をもっと大事にした方がいいんじゃないですかね。その思い届かず、昼から爆睡という、爆睡しよう。この時間では寝れないと。どうせ言うんじゃ、どうせ言うんじゃ、時間潰せんぞ。リアルだな、時間は飛ばさせんよというリアルリアルっつうんかな、こういうのは。何もできんもんな。どうやって時間潰せばいいんだ。まあいいわ、次回時間を潰します。ほな、パート30でした。